花の苗を入れるフラワーポットを作りましょう。持ち手はこの切り開いたものを使います。この部分はいりません。この折り目の部分もいりません。持ち手の幅は2センチ5ミリですから、この折り目から2センチ5ミリ印を入れます。これを切り取ります。これで持ち手ができました。カッターナイフや押し切りを使うともっと簡単にきれいに作ることができます。次は持ち手に貼る色画用紙です。四つ切り画用紙の短い方を半分に折ります。でこれを端から2センチ5ミリ先ほど作ったこれがだいたい同じ長さです。ですからこれをまた半分に切ります。で貼るのはこの柄がついてる方に貼ってくださいね。水のりかボンドを使って貼ります。ボンドの方がしっかり貼れると思います。水のりを使って貼っていますが、ボンドの方がしっかり貼れるでしょう。ここに貼り付けます。これで持ち手の裏が白、反対側に画用紙がついた持ち手ができました。これに印を入れます。こう合わせて、この方が見やすいですね。こう合わせてこの真ん中のところにちょんと長さは多少違っていても構いません。で、ここにセロテープを巻きます。で、ここの
こんな風にセロテープを巻きます。印がこう真ん中に来るようにセロテープを巻きます。こう巻いたら、ここから真ん中まで切り込みを入れます。こちらも同じように真ん中まで切り込みを入れます。で、これを向きを変えて入れ込むと、こんな風につながるようになります。ただちょっと入れにくいので、ここで1ミリぐらい切り取ります。こちらも1ミリぐらい切り取ります。初めからね、三角に切りましょうというと大きく切りすぎますので、一旦切り込みを入れてから少し切りましょうねって言った方がうまくいきます。はい、これで持ち手のつなぎ部分ができました。これを、フラワーポットの深さに切った牛乳パックにつけます。軽く糊をつけたら、真ん中にこのくらい重ねてホッチキスで留めます。反対側もをつけて、まっすぐになるようにホッチキスで留めます。このまま挟むと持ち手が飛び出してしまいますので、持ち手を組み合わせるときにはこうですね、こうして持ち手をつけるとこんな風に丸くなります。それでは周りを飾り付けていきましょう。この一辺が7センチですから、4つで28センチ、折り代も入れて30センチぐらいに切ります。これ帯状の紙になってます。で、これではまだ足りませんね。先ほど持ち手を作った時のこの紙、これと同じものです。こういう立ち落としを使って周りを貼っていきます。これも30センチに切っておきます。で、この端には両面テープをつけます。ここで折ります。両面テープが内側です。いらない紙を引いて、いらない紙を敷いて水のりをつけていきます。ここは水のりがいいですね。はい、ただこの
両面テープを外してここに上の端にぴったり重なるように貼ったらギュッと引っ張りながらこの縁の上一番上の縁に合わせてこう貼っていきます。一番最後のところが乾いてめくれやすいですからもう一度糊をつけておきましょう。はい、これで上側ができました。では下側いきましょうね。今度は一番下です。一番下にこう引っ張るようにこう合わせながら貼り付けていって一番最後もう一度糊をつけてしっかりと貼ります。はい、間が少し空きました。言うの忘れてましたがこれがだいたい4センチですね。4センチ4センチ2センチ5ミリ、はい、これにも糊をつけます。ここは両側に少しずつかかるように貼ってください。で、真ん中が隠れるように一周します。最後がぴったり重なるようにして糊をつけます。で、これを先ほどと同じこうですね。これで形が出来上がりました。型抜きしたものはこんな風に卵パックの中に色ごとに種類ごとに分けて入れておくと便利です。これで飾り付けていきます。メッセージをつける面を残しておいて後の面を飾り付けていきます。この部分にはリボンなどをつけると可愛いですね。
メッセージカードを書いて貼ります。この周りも飾っておきましょう。これでフラワーポットができました。ここにお花の苗を入れます。これを外すと入れやすいです。お花の苗をそのまま入れると取り出しにくくなりますので、ここでお花を包むのによく使う OPP フィルムですね、これに花の苗を包んでこの中に入れて、それからここを閉じます。閉じるときにこう閉じるといけないんですよね。ここを内側に入れ込むようにして閉じます。苗がこんな風に大きすぎるときには継ぎ手を足します。最初作ったのと同じような継ぎ手で両側に継ぎ目があるものを作ります。これをこんな風にはめ込みます。これで継ぎ手が長くなりました。この部分は外れやすいので、プレゼントするときにはマスキングテープなどで留めておきましょう。これで出来上がりです。持って帰ったらこのマスキングテープを外して、包み紙ごとこう出すと簡単に出すことができます。